You're listening to Shibuya Cross FM. はい。神様に感謝して、はい、本日は農産日で前半はお届けしたいと思いますけれども、本当に、神様の御名によってこのラジオが聖霊様の中で進みますように宣言してお祈りします。アメン、感謝します。番組概要をちゃんと喋りたいと思います。はい、お願いします。毎回すっぽ抜けたりするんで頑張ります。はい、このルジェのあなたのことを知りたいではですね、クリスチャンシンガーとして活躍、自分で言った、活躍している、私ルジェがですね、毎回個性的なゲストをお招きして、まあ、その反省であったり、今どんなことしちゃってんのってことをね伺いながら、まあ、ゲストさんを応援しつつ、まあ、ゲストさんとリスナーさんの交流の場になれば、まあ、もっと言えば私、クリスチャンシンガーでございますので、神様、イエス様の伝わる50分になったらいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、はい、メインパーソナリティのルジェです。はい、だいな、隣にいるのはリョウです。よろしくお願いします。サブパーソナリティのリョウです。適当すぎる。ちょっと久しぶりに2人なんでちょっとテンション上がっちゃってすいませんね。でこの間はねおりょうさんがいなくてね、おいえ、うん、沖縄お帰りなさい。あ、ただいま、お疲れ様でした。ただいま。おりょうちゃん、はい、おりょうちゃんはあのね、はい、横でずっと絵をカキカキしながら、ラジオしてくださいます。ね、ゲスト紹介しろよっていう話ね。はい。本日はなんと大阪からつむぎカフェより、はい、綾部りささんをお招きいたしました。よっ、ありがとうございます。よろしくお願いします。マイクガンガン近づけてもらって、はい、はい、ありがとうございます。リサさんね、この3回続けての、うん、はい、カフェに携わる元看護師さん3人目でございます。確かに。3人目言われてみればそうだ。そうそうそう、もうあれだから。そんな特殊なことある？ターキーだから。ボーリングで言ったらターキーだから。ターキーだから。ということで、簡単にね、はるばる大阪から来ていただいたので、ちょっと自己紹介なんかしちゃ、そうですね、はい、してもらっちゃったりして、はい、お願いしてもいいですか。はい、承知しました。自己紹介はどこ、どこから一応私もともと看護師を、10年病棟でさせてもらって、うん、でその後、地域に出たりとかいろんなところをちょっと大阪以外で、うん、初めは京都からだったんですよ。京都から転々として、で最後大阪で、はい、13年看護師として勤めて、でそれを辞めて、で自分で独立していろんなことやっていこう、うん、お母さんたちの産後、産前産後 のケアをしていきたいなっていうところで独立をして、うん、で動いてた時に前回うちの社長が高橋照則が来たと思うんですけれども、来ましたね、はい、照さんがもともと知り合いだったので、それもあって保育園をやらないかっていうお話がありまして、で保育園やりましょうっていうことで話を進めてたんですが、うん、なぜか
保育園がちょっとダメになりまして、いろんなことがで場所もなくなり、はいはいはい、ね、保育園で、ね、はい、そうなんですよ。でそんなこんなをしていたらですね、社長が今のビルを借りまして、社長がねでビルね、そこの下で子供たちがそういう集まる、保育園ができないんだったらそういうカフェみたいなので、うちの社食もついでにやってよみたいな感じでカフェの店長をやることになったという、テルさん今経緯はそんな感じです。あー、はい、そうなんですね。そうなんです、ありがとうございます。ありがとうございます。最近はい、最近一児の母に、あ、そうですね、はい、最近1歳になった息子がおります。はい、メッカワだかんねメッカワ本当に可愛くて、いつも笑ってるの。おリサさんもいつも笑ってるんだけど、まあ、そうね、その印象ある。そう、息子さんもねもう声かけるとね、ね、ねんねにくんとか、うん、かわいいねもうね、あの絶妙な頬の緩みがもう私の心もね、凝り固まった心もね、緩く してくれるよね、ほぐしてくれるよね、っていうの最高に可愛いですよ。はい、ルジュ先生を見ると笑顔にはなるんですけど、恥ずかしくて顔を背けちゃうんで、まず照れちゃって男の子多いわね、やっぱり男のちっちゃい子はなんか画面越しは大丈夫らしいんだけど生で私が会うと、あの結構あ、なになにとかで、そうなんや、ふいふいひゅふかわいい男の子だなと思うね、うん、単純なのね。そうなんです、うん、でも嬉しくて、先生にこう声をかけてもらうのが嬉しくって、で、見るんだけどいやーってなったら、にひって笑って顔を背ける顔のが最近ちょっと可愛いんですよ。多いですねいつもありがとうございます。とんでもないですそんなね、私も行かせていただいてるつむぎカフェなんですけれども、うん、あのおりょうさんはね、つむぎカフェはね、知ってますか、はいあれしちゃってるもんね、あれしちゃってますからねあれがあれがあれであれだったもんねそう、あれがあれであれだったんですよ。いや本当に大変だったな、誰にも伝わらない私が言ったら終われよお前ちゃんと言ってくれよ具体的に、そうなんですよ、あの壁にね絵を、はい、ね、ご依頼を受けて、うん、一面にね、イエーイ、イエーなんで家だったのか分かんないけどすごいね、はい、精霊様を感じる絵をね、うん、そうですね、描いてくださいましたね、まあ、あそこまででかいの多分初めてかな、うんうん、ね、デザフェスより前に行ったん で、 そうです、ね、初めて飲食店の壁に初めてあのでかい絵を描くっていうことをね、はい、うんうんうん、させてもらいましてね、はい、はい、りょうさんが来られた時はあのこういうなんていうんですか、壁、うん、あのデジタル以外で描くのが初めてっておっしゃられてた時だったので、うんうん、アナログがね、まさにそうそう、はい、アナログはね、そうどうなるか分かりません、初めてとは思えない出来だったけどいやもうあれもね、自分の力だけでやろうとしたら絶対無理ですよ、本当にすごいよね、うん、まあ、そもそも勝手に動くっていうのが謎だし、ね、そうですね、神が動かしていますはいみたいなね、もうでも本当説明しても分かんない説明しようがないもんね、それ以上なるほど、分からんってでもなんか2段階に分けてね、絵がありましたね。そうですね、最初の絵と、うんうん、なんか片方ね、片方、はい、片壁できて、そうですね、その後ちょっと縦から片壁できました、うんうん、はい、すごい火と水みたいな感じで、これキッズカフェの壁で良さそうみたいなそれはねそう思ったんですよ大丈夫かなみたいなそう、俺が一番大丈夫かなと思っちゃう、うん、思うよねそんなのができてたんですけども、はい、まあ、今やあの
愛されているようで、はい、壁の絵が良かったです。良かったです。はじめあのお願いをしたんです、うん、あのハトとかオリーブっていうビルの名前にしたのでオリーブとかを書いてもらえたらっていう話をしてたんですけど、うん、どうなるか分かんないんでって言ってできたらハトとオリーブだったんで、うん、すごいちゃんと注文に応えてるっていうね。そう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 、神様すごいになりました。注文に応える神様だったたまにガン虫の時あるそう結構ね大丈夫かなっていう時もある、うん、答えてくださる時とそうでない時の差は一体何なのかみたいなわからない。未だに神様のお心は計り知れない、計り知れないですね。ハレルヤいい話っぽく終わろうとね、最初はこうなんだよ、つむぎカフェもこうエンコネクトのこう一事業としての、はい、感じが強かったってお伺いしたんですけど、うん、でもそこからでもやっぱり子供たちやお母さんたち家族が集まることもあって、まあ、なんか教会としてやっていこうぜみたいなちょっと転換期があったって聞いたんですけど、なんか具体的にそうしてからなんかすごい変化とかってありました？なんかでも意識が変わるだけじゃないですか、それって。そうですね、うん、見た目そんなに変わっ…あ、うん大丈夫ですか？変わってないかもしれないね、みんな聞いて、すいません、あのリサさんがね、数日前にね、LINE が来て声が出なくなりましたって連絡来て、それでカスカスの例のプロレスラーみたいになってますって連絡が来ておはようございますみたいな感じになってるって聞いてちょっと心配してたんですけど、ここまで回復した、はい、なんとかね、持ち直してよかったですね。はい、ありがとうございますすいません。急に、カフェとして変わったことってあんまりないんですけど、うん、私の考え方というか捉え方が変わって、なんか初めはやっぱりここを保つために売り上げみたいなのを思ってたところから、まあ、どうやったらこう喜んでもらえるかみたいなところになったりとか、それもともとあるんですけど、なんかもっとこう、なんていうんですかね、お母さんと子供が自由にしていただけるかみたいなのが、を考える意識というかそっちの方が強くなったっていうのがすごくあるのと、あとはそうですね、まあ、ずっとやっぱ祈りながら進めてきたんですけど、なんか特にこれとして私このつむぎカフェを神様がこう守ってくださいっていう祈りをずっとしてきたんですよ。大丈夫ですよ病み上がりです皆さん、なんか急に柔らかい心ですいません、大丈夫です、お水あげろ大丈夫です。なんかそれを、あとはもうここに来てくださる、つむぎに来てくださるお客様とか、スタッフはあなたが選んだ人なので、あなたが守り導いてくださいっていうのはずっと祈ってきたんですよ。そしたら初め私しかカフェにはクリスチャンがいなくて、で、まあ、そういう祈りを、まあ、ずっとして、でそのカフェがじゃあ教会にしましょうっていうなるちょっと前に、うちの副店長が信仰告白をして、家族全員で、でクリスチャンになって、でそこから教会、カフェを教会として進めていきましょうっていう話が進んだっていう、ちょっとそのなんかこうタイミングがすごくあったっていうのは、神様すげえなっていうのは私はちょっと思って、いやなんかいつも思うんですけど、神様って何か一つのことをするときに、なんか私たちはじゃあカフェをやろうってなったら、なんかたくさんの人に来てもらって、たくさんの人にじゃあイエス様を伝えて、なんか目に見えるもので売り上げも上がってっていう、こう目に見える成功ってっていうか、そういうのを求めるんですけど、実際はそこで働くたった一人のために何千万とかけてカフェを作ったりとか、そういう神様を
すごい仕事してると余計感じますよね。そうですね、はい、うん、やっぱり私はこの副店長さんのこのご家族の救いがやっぱりこのカフェはあったんだなってちょっと最初から思ってたので、新婚告白したって聞いた時は、わ、あの失礼ですけどやっとかみたいな時間かかったな、まあね、思ったより頑固だったな思ったんですけどでも本当にそういう一人の魂のために全てをかける神様、うん、私たちに全てをかけさせる神様でも一人の救いって、うん、変えられないですよね、うん、カフェが繁盛することと、うん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 、天秤にかけたら全然そっちの方がまあ大丈夫価値があるわけだからね、大丈夫です大丈夫ですか、はい、大丈夫ですイエスの皆によって癒されよアメン、ね、ちょっとね喋り出すとね急にね、そうですね、なったりしますよね、はい、大丈夫です、ありがとうございます私も歌い出して急に痰絡んできたりとかするあるあるですな、はい、よかったです、あのそれでも少々声が出る状態、はい、本当にね、そう、でも本当にあの例のプロレスラーの動画も合わせて送られてきてこの状態ですとか言う思ってラジオどうなるのとか思って神様助けてくださいってして、よかった、みんなの祈りが聞かれて、はい、ありがとうございます助かります感謝します、そうですね、はい、まあ、リサさん自身がこうイエス様を信じるようになったきっかけっていうか、うん、はい、なんか教会に行くようになったきっかけとかはあるんですか？きっかけは、うん、あのちょっと入れだと思うんです。私洗礼式から一発目なんですね。どういうこと？あの そもそもそのうちの社長と社長と社長高橋と高橋社長と社長さんね。社長さんいいですか？テルさんって社長さん、うん、社長さん大丈夫ですよ。はい、社長さんはい。と仕事するときってなったときに、うん、教会がにクリスチャンになったよっていうのは聞いてたんですよ、うん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 、でなんか聞いてみたらみたいなのは聞いてたんですけど、うん、その時私看護師辞めてで自分でこう仕事をしていこうってなってたので、うん、なんていうの、あの365日24時間仕事してたんですねみんなにあのパードンあのなんかうん、365日、はい、24時間仕事してたんですよ、あのなんて言うんですかね、社長さんの類ともそうだね、社長さん、社長さんも寝てないとか言ってた、寝てないね、うん、そうですね、その時はちょっといろいろ仕事しててどういうことまあなんかいろいろやってたんですよもうね、そこら辺の記憶がほぼなくてですね記憶ないよこの人やばいよ、そうなるよね、そう、うん、そうなりますかね、はい、でその時だったので、うん、なんか先生が来るよとか学びがあるよって言っていただいてても行けなかったんですよ、仕事が入れちゃってたので、でただその洗礼式があるよっていうのと、であの、ケゴさんが、うん、あのその後になんか学びをするよみたいなのは聞いてて、ケゴさんもともと知ってたの でじゃあその洗礼式は初めて行くし、あのなんて言うんですか、あの知らない人のところに急に初めましてが行ったら失礼だなと思って、うん、どうしようって思ってたんですけど、あのケゴさんが来るって言ってたんで、あじゃあケゴさんのところから行きますねっていう話を初めしてたんです、社長には、うん、でその段取りをしてたんですけど、うん、洗礼式の2日前にあの先生来られて、で突然メッセージをしますってなって、うんうん、その時ちょうど配信を流してくれるっていうのが突然送られてきたんですね、でそれを見てて、ちょうど行こうかどうしようか悩んでるんだよねって、あの一緒にというか、その時にご飯を作りに行ってた友達のところで話をしてたのを
ちょうどその子もクリスチャンに一緒になってたので、その子が質問してくれて、で先生がいやその人の選択なんでね、どっちでもいいですって言って言ってる言葉を聞いて、あ、行っていいんだって思って行こうってなったっていう。あ、よくわかんないんですけど、わかんないんですけど行こうってなって、へで行ったのが洗礼式が初めてです。ちょっと洗礼がファーストステップはちょっと聞いたことない、ね、初めてですの、このパティーンは。まあいろんな方向性からね、ね、あるのがね、神様 ね、いろんな釣り上げ方ありますよね、魚のね、パネーな、うん、どうした沖縄疲れか大丈夫か、まだちょっと沖縄抜けてない、抜けてないかメンソーレか、うん、分かった、メンソーレやめてください。え、はい、でも本当に大体は学びを受けて、はい、それでまあ、あ、まずは福音か、福音聞いて学び受けて、うんうんうん、洗礼受けるかどうかみたいな感じになって、洗礼受けてっていうのが大体セオリーというか、はいはい、普通の流れなんですけど、うん、洗礼式ここすっ飛ばしたすっ飛ばしちゃったもう信じる意志みたいな何も聞いちゃいないのに信じる意志みたいなそうなんです、何も聞かずで、なんかその間も先生の配信はなんか流れてた、うん、動画撮ってくださってたやつが見れる機会あったはずなんですけど、うん、私が見るたびに先生じゃなかったんですよ他の誰かだったんですね。そうなんですよ。あで、まあ、会えたらねタイミングだよねみたいな話をちょうどしてて、うん、で初めて見たのがその、あの私の質問をしてくださった時のその洗礼の動画で初めて見て、へえ、で、あ、そんな感じなんだ、じゃあ行ってみようみたいな、すいませんのみで普通洗礼式とか聞いたらより掴むもんだけどなそうね、ちょっとね、まあ、クリスチャンとかもう洗礼式とかもうさあるじゃん、日本のネガティブなイメージがさそう来るんだと思ってすごいですね、また新しいパターンも聞けてよかったですね。すごいね、すごいですね、すごいね、本当にいろんな人がいろんな方向から ね、なんだったら私洗礼式なんて幼児洗礼受けて、おうおう幼児洗礼もあの適齢だったんで、水ちょん、はい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 、水ちょん、水ちょんパーみたいな感じだったんだけど水ちょんで、成人してからの洗礼は、うんうん、もう20近く大丈夫20近くなってあのタマギャワーでやらせて、タマギャワーリバーでやらせてもらったから、タマギャワーリバーね、タマギャワーリバーだったから、いい、うん、だいぶ進行経ってからのあの洗礼式だったから、あのこの段階なくして洗礼式って なかなか強者やなと思うすごいな、すごいな、へえ、まあ、その頃はもう何でも言っちゃえみたいな感じだったんですもうずっと動いて、何でも言っちゃえ、何でももうやってみちゃえみたいな、そんな感じです。へえ別に分かってなかったんですけどあ、でもちゃんと誓約書も書いてあのね、例のね、誓約書で何も、ね、何も、何の効力もないですね、あれね、ほぼアンケートみたいな、そうそうそう洗礼前のアンケートみたいな状態のやつね、何もね、わからないけど、はい、進むっていうのがね、一番のね、うん、うん、これはもう、クリスチャンあるあるで、うん、分かろうとして分かるあの界隈じゃないのようん、神もそうだけどあの、なんで信じてるんですかって言われたら、オイラも分からんそうね、オイラも分からんのよって感じだから、なんかね、なんかいるんよ神はみたいなで、イエスもいるんよもう何もこの伝わらないこのもどかしい純情な感情みたいな、うん、おお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 、危ない、3分の1、おおおはい、ということで最近こういう風にね、あの歌ネタっていうかね、あの
会話の中にこの歌詞の、ねうん、センテンスとかあったら、うん、その歌を歌ってみたいなのを弟としてるとジェネギャが半端ないちょっとびっくりしちゃうの最近、うん、で弟からもそれこの間同級生に言ったら通じなかった。いやそうだよね、まあみたいな本当にまあみたいな。だってゲームキューブ知らないとか言われちゃうとさ、えってなっちゃうじゃんね。大丈夫です。司法、司法、うん、あの四角い宝石を知らないみんな。みんな知らないんですよ。えってなる。うん、Wii ですら怪しいぐらいで。え、もうそうよ。Wii。Wii がですか。Wii。Wii が。あのリモコンあの。だってテレビの前にセンサーを置かないと反応してくんないんだからさ、リモコンが。知ってる Wii。次の話次の話に行きたいかなと思うんですけどなんかこうそうね、洗礼式、突然の洗礼式アポイントメントから始まって、はい、あのクリスチャンになってすごいこう自分の中ですごく変わったみたいなのとかって。変わったのはなんかこうずっとそう仕事ずっとしてきたので、うん、なんていうんですかね、うん、やってきたんですけど、うん、やってるだけみたいな、なんていうんですか、黙々と淡々と、はい、みたいな、なんかそうなんていうんですか、なこれこれな満たされない感じというか、なんか空っぽな感じ、やってるのに やるだけみたいなのがすごいこう、あ合ってたんだじゃないですけど、なんかこう、うん、これ やってることがこういうことに繋がってたんだみたいなのに、やっとこう近づいてきたというか、理由があったんだ。はい、そこがすごく腑に落ちたのと、自分の中でこう一人で淡々とやってきたっていう感じもあるので、それがなんかこう一緒にというか、なんかこういろんな仲間でね、仲間とはいできるようになってきたっていうのは全然違うなっていうのは今すごく感じてます。はい、やっぱりイエス様信じる前の人生でやってきたことが信じた後にあここで役に立つみたいなことって結構聞くよね。そうね、あこうやって用いられるなみたいな本当に全てを益としてくださる方だなっていうのは皆さんの人生を聞いててもよく思いますね、うん、はい。でも最初のね印象がリサさんのなんだこのできる女なんだこの仕事のできる女っていうのがもう一番強くて、なんだ仕事ができるだけじゃなくてそこに心がちゃんとあって、そうそうそう、なんかねタスク処理じゃないのよ。そう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 、それすごいの。なんかちゃんと私のことを考えてこれをやってくれてるんだなっていうのがすごい伝わってくるから、うん、先生と泣いたよねそんな人いるんだありがとうてーてーってててーってててよって言って泣いたね。尊いね。すごいな、そう、うん、尊い、尊いです。だってなんか新幹線で、まあ、大阪のね教会とか行くときに、うんうんうん、いや言うてさ、言うて改札の前で待っとりゃええや。うんうんうん。新幹線のドア開いたらいたんよ。え、なんでいるのみたいな。でもうすぐさま荷物お持ちしますって言ってみたいな。でお水です、お弁当ですみたいな。でもそれでもホテルもまでご案内しますって言って、ホテルもチェックイン済んでますもうそのままなんかドアトゥードアみたいな感じだからびっくりしていや私はまあ牧師先生もこれまでたくさんの人に使えるってことをしてきましたけど、ここまでは知らなかったなと思って反省したよね、ちょっとあちゃんと人に使えようと思うなんだけど本当にホスピタリティが
もうぐんと上を行ってて、ちょっと中盤大丈夫ってちょっと休もうみたいな逆にね、そう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 、うん、逆に心配になっちゃって、うん、ちょっと休もうって時期ありましたね、うん、言われましたそう先生がね、大阪教会行って何でもリサさんにさせるのもうやめなさいとか多分妊娠を機にかな、多分、ね、あったんだと思うけど、そうそうって面白かったそれでなんか大阪教会の人がで、リサさんが毎回こう外部から教会に先生方が来られるときにやっていることの一部をやったと、自分はやりますよ、手伝いますよって言って、うん、一部をやったのに、その一部をやっただけでも、うん、リサさんはこんなことをしてたのかっていう仕事量だったっていうのを聞いて、それなみたいなできちゃうよこの人みたいないやだからすごいしかないもう語彙力が死んじゃう、すごいしかないすごいと定定しかないあと休んでしかないでだからあなたは息子さん見といてくださいってなっちゃう、うんうんうん、本当に休んでほしい休んでほしい、もう不安もあるし、うん、先生たちがやっぱ大阪に来てくださってるのにっていうのがすごいずっとあってはいはいはい、はい、かそれがすごくこうどうしたらいいんだっていうのをすごく思って、責任感が強いよね、やっぱ接してて思うのがこうちゃんと良い思いで良い心で、まあ、私たちに過ごしてほしいっていうのが強くて、うんうん、そうなるとこのそういうのを何も考えてない人たちが見えてくるわけよ。で私もめっちゃわかるんですけどお前らはどうしたみたいになってそマルタになるんよ、はい、あの女はイエス様、あの女を叱マリアを叱ってくださいってね、あなたの足元でね、うんうんうん、お話を聞くばかりでね何もしてませんよってなるんですけど、うん、役割が違うだけなんだよね。そうなんだよね、うん、その教会ってそれが難しいところで、うん、こうアリと一緒で絶対2割が働きアリで8割は何もせんのよ、うん、それ教会も一緒で、うん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 、でもこのそういうのに思い至らない人とかそういう人たちのために、あ自分が思い至るんだなっていう考えになるとすごい楽で、うん、だその人たちも自分と同じ考えに至らないといけないっていうのもまた一種の基準だから、 そうね、そことの戦いがやっぱリサさんみたいにできる人たちは葛藤とか戦いとかなんで私がこんなにみたいなのとか絶対あると思うし、私もあったし、なんやねんお前らみたいな逆に俺言われる方だ結構お寮さんは大丈夫考えてる思考してる大丈夫でもなんかそういう人って私たちの思い至らないところを思い至るっていうか、正当化するなよ こっちのへりくだりだからな今の俺たちのへりくだりだからなまあお互いに感謝しましょう、そうですね、本当にもう感謝ですよ、そう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 、うん、いやできる人たちはこう誰かのためにその力を震えるっていうのに感謝して、うんはい、ね、それを受ける人たちはできる人たちがいるっていうのに感謝するっていうのが、うん、まあ麗しい姿ですよね教会の。そうですね、どうしてもね、あいつ何にも役に立たないみたいな感じで言われるんすよ私なぜかどっちも言われるんですけど先生も言われるんですなんでだろうってなるんですけど、ラジオ見せたろかなと思う、ね、まあ、やるべきことをねやってる人がいるからじゃあいいかってなっちゃう、
あでもまあ役割分担はねあるよね。そう、うん、なんか全部をやってしまったらその人の救いにならない場合もあるしね、うんうんうん、ただね仕事を奪っちゃうってところもあるしね。そう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 、だからこの教会っていうこの家族、うん、グループっていろいろ大変よね、うん、本当よね、うん、だからこう仕事をしながら、まあこの間ねユニギフトの塩カフェの前田社長も来てくださったけれども、うんうん、そういう仕事の場でやっぱ教会の人たちとこう教会としてやっていくって、うん、なかなかのご苦労がね、うん、お察ししますって感じありますよね。そのクリスチャンしかいないっていう苦労もあるし、うん、逆に、うん、全然クリスチャンじゃない人も混じってるっていう苦労もそれぞれにあって面白いなと思いますね、うんうんうん、すごい一言で言うまあその辺はねもうちょっと乗り越えた感があるんではい、まあ、もう皆さんそういうの乗り越えてもろてって感じですかね。おりょうちゃん質問しちゃう？いっちゃいます？しちゃってね、じゃあもうねパパッとねいただいた質問の中からねピックアップしたのをね言っていきますね。はい、はい、ラジオネーム、けいこさんという方から、ルジェさん、りょうさんこんにちは。リサさんはリサさんも入れてあげてねお願いします。リサさんはいカフェに来るお客様で、うん、変わったお客さんや、面白い行動をするお客さんはいますか？面白いエピソードがあれば教えてくださいっていうのが。大丈夫？これで終わらないこれで50分いけれそうじゃない大丈夫そう？大丈夫だ。ちょっと和光堂のちょっとあれがあるから、ちょっとコネクトファームのあれがあるからね、うん、いろいろとねあると思うんですけど、はい、どうですか？はい、うちは面白いかどうかっていうとちょっとあれなんですけど、うちはやっぱり子供たちが来てくれるところもあって、もう子供たちが全部りょうさんの絵に集まるっていう今状況になっております。吸い寄せられてる。そうですね。なんかバキュームか何か。赤ちゃんホイホイ。ちょっと可能性はあるかもしれないですね。レイアウトを変える前とかは、あの机があってとか、うん、あの通り道でしたよね、絵の前はね。はい、うん、それが、ね、あのちょっと離れたところに子供たちがこう遊ぶスペースがもともとあったんですよ、はいはいはい、でそこからでもやっぱり子供たちは動き回るわけですよ。はい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 、はい、うん、でも行くところはやっぱりりょうさんの絵の近くっていうのがたどり着く先が、はい、起こりまして、おりょうちゃんよかったじゃん。すごいね絵描いた本人は子供苦手なんですけどね。そうですよねそうなんですよ疲れてるよ、絵を通してだけど、絵を通してね、そこだけその机を避けてとかっていうのをやってたんですよ、うん、へー、あのもうまあハイハイする子たちも結構多かったんで、うん、今年に入ってすぐぐらいに全部机を取っ払ってもうみんながあのハイハイできてこうずりばいできるようにっていう全部スペースをきれいにしたら、本当にまあそこにちょっとおもちゃを置いたっていうのもあるんですけど、そこにみんながパッと集まってくださって写真スポットはそこっていうあれですね、床に丸い円描くとそこに入るみたいなそういうワープワープゾーンみたいな子供たち収集できるあそこでみんなが遊んでます。あの、かわいい、中の絵の前ですごい。インスタでも結構そういう写真がそうですね上がってたんで、確かに、あ、そうだったんだ。みんなわざわざそこに行って撮ってんのかなと思ったら、うん、そう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 、そこに行ってね、撮られる方も多いんですけど、あ、はいはい、もともとはそこがすごい写真執着地だったんですね。はい、だったんですけど、子供たちがやっぱそこに行くのもあって、お母さんたちがじゃあそこで写真撮りましょうみたいな、ついぞたどり着くのが絵の前で、あのキッズカフェに大丈夫かみたいな絵の前やっぱ子供たちは分かってますね。はい、ね、ですね、伸びしろですね伸びしろですねやめよ、ほんと一部にしか伝わらないネタやめよ東京だよ
渋谷大都会だよ。やめよ、本当に。今日は渋谷で5時ね。はーい、ね、なんか伊沢さんね、あのNHK とかにも出てましたよね。あ、そうですね。取材来たりとかしててね、はい、取材もクラウドファンディングをやったんですよ、うん、でそれが公開されてすぐぐらいに、あの初めNHK の人だと分かってなくて、うん、その時にうちの社長が、あの紹介したい人がいるから、ここのカフェに来るからその人の相手をしてくださいって言われてたんですよね。そしてその人だと思ってたんですよ、うん、でその人だと思って、あ、お話聞いてますって言って話したら、すごいハテナな顔されて、うん、で名刺見せられたら NHK って書いて、 NHK 聞いてる話と違うけどってそんなジャッシュみたいなことが起きるんですね。でお話、じゃあちょっとあの お時間いいですかって言われたな、あのちょっと内容聞きますって言ってお伺いしたら、うん、あのちょうどその親子カフェというか、子供たち親、あの子供とかお母さんの支援をする NHK の番組があって、うん、そこに出ていただけませんかっていうのでご依頼いただいて、うん、ね、はい、ちょうどここにグルテンとかアレルギー成分を含まないマフィンたちが、焼いたら焼いただけ売れちゃうんだってらしいね。最近すごいありがたいことに、ね、最初は死ぬほど食えたのに最近全然ありつけないからちょっと嬉しいです。あとであの渋谷クロス FM の皆さんに振る舞いたいと思います。めっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しいです。グルテンフリーとかとは思えないぐらい ね、そう、本当にこんだけ体に優しいのに美味しいっていうので、ね、ぜひ大阪の近辺の方々調べて、ぜひぜひつむぎカフェへ、はい、うん、お子さんと共にね、お子さんいなくても行っていいですよ、うん、行ってくださればと思います、さて終盤にお涼さんの絵を、はい、うわすごい、おーすごい、なんか金魚みたい、本当だ、金魚とお花と、うん、金魚とお花とレインボーみたいな、レインボー、なんかラノベみたいになったけどすごいですね。なんかバーって描いたの消してませんでした？あ、一回ね、あの白で塗りつぶしてましたよね。塗りつぶして一部消し、その白を一部消したね。ちょっとよくわかんない一回ね、あのタイムラプスとかで見るとすごい面白いですよ。消しちゃうんだとかとかあるし、うん、描いてるのに上からガンガン塗っていくなみたいなのがある、な、隠しサイン的なことかなとか隠れミッキー的な感じはい、ありがとうございます。ルジェの公式ホームページとかにも載ってるんで、うん、ぜひチェケラーしてください。ではでは、あのお時間です、はい、ありがとうございました。本当に話したりない、ね、やっぱりね、うん、2回3回と出ていただくのが正解なのかもしれない。そうね、うん、うんうんうん、そうするしかないね。そうしていこう、うん、そうしましょう。回せる、何年かそれでありがとうございました。はい、本日はつむぎカフェより綾部りささんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後にりささんからリクエスト賛美で、はい、ただ感謝だけっていう賛美をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとね、準備中ですんでね、はい、はい、次回が来週の3月22日に、うん、はい、ありますんで、多分なの？ね、そちらもよろしくお願いします。はい、大丈夫です。